バージニア権利商店バージニア権利商店バージニア権利商店 A バージニアビル・オブライツは1776年に寄贈された文書であり不相当な政府に対する反逆の権利を含み人間に本来備わっている自然権を宣言したものであるバージニア権利宣言バージニアデクラレーション・オブライツとも呼ばれる この焦点は1776年6月12日のバージニア会議で全会一致で採択されたものであり、6月29日に採択されたバージニア憲法とは別の文書である。後にバージニア州憲法に第一条として組み入れられ、いくらか最新の形にしたものがバージニア憲法に入っており、今日でも法的に有効である。この焦点は、 あとの多くの文書に影響を与えた。例えば、1776年のアメリカ独立、宣言、1789年のアメリカ権利商店、及び1789年のフランス革命における人間と市民の利の宣言が挙げられる。バージニア権利商店は、当初、1776年5月20日頃から5月26日に、ジョージ・メイソンによって起こされ、 あとに、トマス・ルドー・エル・リーと会議によって政府を作る権利について第13節を加えて修正れた。メイソンは1689年のイギリス権利の焦点のようなそれ以前にあったものに記述された市民の権利に基づいて総合を書いており、この焦点は北アメリカ市民にとって初めて近代憲法で個々の利を保護したと考えられる。 イギリス権利商店に書かれている議会と貴族院の議員のような特権的政治階級や世襲の役職という概念は拒否した。この商店は政府の根拠と基礎としてバージニアの人民に付随する権利を主題として16、過剰から構成されている。生命、自由及び財産の自然権について固有の性質を確認することに加え、 人民に対する僕としての政府という考え方について述べ、また政府の権限に関して様々な制限を列挙している。第1条から第3条は政府と統治される者の間の権利と関係を主題としている。第1条は全て人は、生来等しく自由かつ独立しており、一定の生来の奪うことのできない権利を有する。すなわち、 財産を所得所有し、幸福と安寧とを追求獲得する手段を伴って、生命と自由とを享受する権利としており、これは後に、アメリカ独立宣言の第一節に取り入れられて、国際的に有名となった。アメリカ独立宣言は、我々は、自明の真理として、すべての人は平等に作られ、造物主によって、一定の奪いがたい添付の権利を付与され、その中に、生命、 自由及び幸福の追求の含まれることを信じる。としている。第二条と第三条は革命の概念を記しており、すべて権力は人民に損し、従って人民に由来するものである。とし、いかなる政府でも、それがこれらの目的に反するか、あるいは不十分であることが認められた場合には、社会の多数の者のは、その政府を改良し、返還し、 あるいは廃止する権利を有する。この権利は疑う余地のない、人に譲ることのできない、また捨てることのできないものである。ただし、この権利の行使方法は公共の福祉に最もよく貢献し得ると判断されるものでなければならない。とした。この後半はバージニアの人民がイギリス帝国に対して革命を起こすことができる権利を有効に主張した。第四条は、 すべての市民の平等を主張し、特権的政治階級や世襲的役職という考え方を拒否し、イギリスの貴族員や貴族の特権のような制度を批判している。いかなる個人、また個人の集団も公職の報酬としての他に、社会から独占的ないし別個の報酬、あるいは特権を受ける権利はない。またそのような公職は相続され得るものではなく、行政官、 立法部議員、判事の職は世襲的であってはならない。第五条と第六条は権力の分離の原則と行政官と立法部議員の一定にしてかつ正規で自由な選挙をしばしば行うことを進めている。国家の立法権及び行政権は司法権から分離かつ区別されなければならない。二つの部の構成員は 一定にしてかつ正規な選挙をしばしば行うことで、一定の期間、詩人としての地位に復帰せしめ、選出団体に戻さなければならない。第7条から第16条では、政府の権限を制限することを提案し、人民の代表の同意なくして政府は法律を停止したり執行したりする権限を持つべきではないと宣言している。卒位者及び承認と対面し、 事故に有利な証拠を要求し、また、近隣の公平なる、陪審員による迅速なる公判を受ける法的な権利を確立し、また、何人も事故に不利な証拠の提出を強制されるとを妨げている。また、残虐で異常な刑罰及び根拠のない捜索や逮捕に対して保護し、陪審員による裁判、言論出版の自由、心境の自由、 すべて人は自由に宗教を信仰する平等の権利を、ユースを保障し、武器の訓練を受けた人民の団体よりなる規律、正しい民兵に依存する、自由な国家の適当にして安全なる、守りがあり、平時における、常備軍は自由に取り、危険なものとして避けなければならない、とした。以下は、バージニア権利焦点の全文である。第一条べての人は、 生まれながらにして等しく自由で独立しており、一定の生来の権利を有している。それらの権利は、人々が社会のある状態に加わった時に、いかなる迷惑によっても、人々の子孫に与えないでおいたり、彼らから奪うことはできない。すなわち、財産を獲得して所有し、幸福と安全を追求し獲得する手段とともに、生命と自由を享受する権である。2> 第二条。 あらゆる権力は人民に与えられそれゆえに人民から得られる。行政官は人民の非信託者であり僕であって常に人民に従うものである。第三条政府は人民、国家あるいは社会の共通の利益、保護及び安全のために制度化されるものであり、あるいはされるべきである。様々な様式や形態の政府の中でも 最大限の幸福と安全を生み出すことができ、悪性の危険に対して最も効果的に防御されているのが最善である。いかなる政府もこれらの目的について不適切であるとか、反していると認められた時には、公共の福祉に最も資すると判断される方法で、政府を改革し、置き換え、あるいは廃止する疑いもなく、不可分で剥奪できない権利を社会の多数派が持っている。 第四条、いかなる人も、あるいは人の集団も、公的な務めと考えられるものを除いて、社会から排他的あるいは別の報酬あるいは特権を付与されることはない。その公的な務めは子孫に伝えられるものではなく、行政官、議員あるいは判事の職は世襲されてはならない。第五条国家の立法権と行政権は、司法権から分離され区別されるべきである。 立法部と行政部の構成員は、人民の負担を感じ取りそれに参加することで、抑圧から抑えられるかもしれないので、一定期間指摘な位置づけに下げ、もともと所属していた団体に戻すべきであり、その空席は、繰り返され、一定で、規則的な選挙で補充されるべきである。この選挙で、前の構成員の全部あるいは一部が、再び選出されるかあるいは不適とされるかは、 法律によって示されるべきである。第六条議会で人民の代表として使える議員の選挙は自由であるべきである。社会に対して、恒久的で共通の利害を持ち、さらにそれに執着するという十分な証拠を持っている人すべては選挙権をあり、彼ら自身の同意あるいは選ばれた議員の同意なしに、公共の用途のために課税しあるいはその財産を奪われることがあってはならない。 また同様な考え方で公共の利益のために同意しない、いかなる法律によっても束縛されるべきではない。第七条人民の代表の同意なしに、権威者によって法を停止したり、あるいは執行したりする、あらゆる権限は、人民の権利に対して有害であり、実行されるべきではない。第八条、あらゆる死刑に値するあるいは刑事上の告発において、 人は告発者や証人に対面して、その告訴の原因や性質を請求する権利がある。自分に有利な証拠を要求し、近隣の公平な売信員による迅速な裁判を受け、その売信員の全員一致の同意なくして、有罪とは認められず、自分に不利な証拠を提供することを強制されない、権利がある。いかなる人もその土地の方法あるいは、同輩の判断による以外で、 その自由を奪われることはない。第9条過大な保釈金は要求されるべきではなく、また過大な過料を課されるべきではない。残酷で異常な罰は課されるべきではない。第10条一般逮捕状はそれによって、いかなる役人もあるいは伝達人も、それが行われたという事実の証拠なくして容疑ある場所を捜索し、あるいはその犯罪が特に説明されず、 証拠によって指示れていないある人、または名前のない人々を逮捕するよう指示されるかもしれないが、これは非通であり、抑圧的なので認められるべきではない。第11条財産に関する論争及び人と人の訴訟においては、陪審員による古来から、ある裁判がいかなるものにも好ましく、神聖なものとされるべきである。第12条言論出版の自由は自由の、 最大の防波堤であり、先制的な政府による場合以外では制限することはできない。第十三条武器の訓練を受けた人民の集団からなる規律正しい民兵は自由な国家の適度で当然で安全な守りである。平時における常備軍は自由に対して危険なものとして避けるべきである。あらゆる場合に民兵は文民の権力に厳格に従い支配されるべきである。 第十四条人民は統一した政府を持つ権利を有する。それゆえに、バージニア政府から分かれたあるいは独立した、いかなる政府もその領域内に樹立されてはならない。第十五条自由な政府あるいは自由の恩恵は、しっかりとした公正座、中央、質素及び美徳への執着によって、及び基本原理への繰り返し回帰によって祝い、守り得ない。 第16条宗教、あるいは創造主に対する礼拝とその方法は、武力や暴力によってではなく、理性や革新によって、指示を与えられるものである。それゆえに、すべての人は等しく良心の命じるままに従い、信教の自由を帯びる権利を有する。他の者との間に、キリスト教的自制、愛情及び自善を実行することは、あらゆるものの相互の義務である。 ジョージ・メイソンによって起草されバージニア会議で1776年6月12日に採択された。この権利焦点は後の文書に大きな影響を与えた。トーマス・ジェファーソンは1ヶ月後、1776年7月のアメリカ独立宣言を起草するときにこれから引用したと考えられている。ジェームズ・マディソンもアメリカ権利の焦点。 1787年9月に完成、1789年承認を起草する時に影響を受けており、同様にラファイエットはフランス革命の人間と市民の権利の宣言を作成する時に影響された。バージニア権利商店の重要性は議会の構成員を守るよりも個々人の権利を初めて成分で守ったことであり、成立の時と同様に容易に変更できる。 単一の方ではなかったことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。